ダメだよ、それ後だ。花火には順序ってのがあるんだよ。あ、一歩あ、用意して。あ、はい。しょうがないな、もう俺様がいないとダメなんだから。俺様がいないと。ち、急に仕切り始めやがって。やらせといてやれよ。板垣くんすごいね。おかげで高村さんの機嫌が治ったよ。いや、口は達者なんですよ。女の子ともそうなの？今度堂々と喋るコツを教えてよ。え？先輩、あんなに素敵な彼女いるじゃないですか。夕べだってやっちゃったくせ。声が大きいよ、盛り上がれないよ。おい、でっけえの行くぞ。はい。見事に咲いてるだにな。お前たちと重なるだによ。夜空の花火、リングのボクサー、プロスポーツというにはボクサーの選手寿命はあまりに短いだに、若い力を全て注ぎ込んで儚くでも気高く咲く、そんな一瞬の輝きだから美しいだによ。願くば長く長く咲き続けてほしいだに。猫田さん。打ち上げ花火と一緒にすんな。俺たちはその上にある星を輝き続けるってわけよ。あのでっけえ星が俺様だ。世界チャンピオンになっていつまでも見上げさせてやるぜ。星か、いいこと言うぜリーダー。じゃあ俺らはとりあえずその横の星だな。おう、目指せ目標、日本タイトルってとこだな。目標か。僕の目標は伊達さんのバトンをしっかり握ること。そしていつか宮田君と。鴨川軍団この間に活気づいてるだに。みんなその意気だにを全員輝く星になるだにゃ。猫田さん。ええ